中日、根尾明投手が今季初先発し、初回に4連打を含む5安打、1四球でいきなり5失点となった。だがしかし、2回の裏、立浪に失格通知を押された野手として活躍。ランナー1塁2アウト場面の部分で右中間を割るタイムリーツーベースを放った。根尾、立浪の許可はいらんから野手転向しろ。外野手ならドラ1のエゴシくらいはいけるやろ。最低でも打てない板山にはなれるはずや。セカンドやらせろよ。セカンドで2割7分4本なら十分通用する。応援歌だけは一人前やな。二刀流打横棒横棒。やっぱ根尾ダメだったんか。また来年頑張れや。野手のがええやん。しゃあない来季はドラ1清原に切り替えていく。今年は打席も初か。ストレート遅すぎるわ。バッピレベル。あいつこそが二刀流。タイムリー打てるなら野手復帰でいいやん。まあ二軍ですら四球連発で制球力なかったからな。二軍での練習の成果がもろに出たことが収穫よな。初回5失点で抑えたから5回25失点までやってまみろネオ。謎の勢力、広島は中日に弱いから巨人が首位奪還確定。まだ打つ方があるやろ。バカにしとるけど何時痛み勝て広島相手に投げたらもっと失点するやろ。熱い野手アピール。立浪消えたら野手戻してくれ。優勝に黄色信号か。早速タイムリーは草。野球やめて医者になれば。高卒野手なんて大物取って大当たりでもすぐメジャー送り足外れだらけ。野手で1位で取るもんやないな。打てるやん。2割1分程度なら打てるやろ。野手でええやろ。これは二刀流と言っていいんか。まだ森下の方が二刀流だろ。言うてお前らも決勝で吉田照星からホームラン打ったの見たとき本物だと思ったろ。まあ清宮で最多競合とかやしな。